英語ができるだけではダメなんですね。じゃあもう何が何でもやってやると。はい、どうもこんにちは。コーホーリーマークスの時間がやってまいりました。JJ こと川上淳二でございます。そしてどうも、カーツメディアワークス村上隆でございます。相変わらずトーン高めで入ってくる ね、もうね、今日はね、こういうね、前オープニングトークも、うん、もう吹き飛ばす、吹き飛ばすぐらいの濃い濃い、そうだ、ね、お話いただけそうなんで、じゃあ早めに読みましょうかね。早速、うん、早速読みましょう、はい、今日のゲストは後期ホールディングスのコミュニケーション室長の玉川武雄さんにいらっしゃっていただきました。どうもこんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあまずね、玉川さんのですね、今までの素晴らしい経歴とね、あのプロフィールのところちょっとお話を聞きたいなと思うんですけど。そうですね、私あのコミュニケーションのですね、仕事をかれこれ約30年、やっておりましてですね、今5社目かな、あの5つの会社で経験をさせていただいておりました。あの最初に入った会社がですね、イベント関係の仕事をですね、結構あの力入れてやってる外資系の会社で、その後も外資系なんですけど約20年 IT 業界にいましてですね、でその後ですね、縁があって、ハンバーガーで有名な会社ですね。IT からハンバーガー、ね、IT からハンバーガーというですね、すごい定食ですよね。会社に行きましてですね、まあ、いろんなあのコミュニケーションのサポートをさせてもらって、で今現在あの電動工具を中心にですね、商品をご提供している高級ホールディングスという会社、あのブランド名が廃工機というですね、名前なんですけども、ホームセンター等でも売っているそういうあの商品のですね、あの会社のコミュニケーションをグローバルで、リードさせてもらってます。なるほど、はい、IT、フード、次工具とかのメーカーさんと。そうね、いや、そういったね、全く違う業界だったりとか、まあ、外資系と日本のドメスティック企業、全く特徴も違うと思うんですけど、その辺のこうやってきた流れで大きな違いだったりと、特徴とかってどんな感じだったんですかね。あの業界もですね、まあ、もちろん会社も違うんですけど、やっぱりあのそれぞれ事業のモデル、ビジネスモデルってよく言いますけど、それと、それからお客様をですね、正確にやっぱり理解することができれば、コミュニケーションがですね、携わる事柄っていうのは本質的には一緒だと思ってるんですね。やっぱりコミュニケーションという大きなその力をですね、使って、人、それから場合によっては世の中というのに影響を与えていくと、意識と行動に変化をまあもたらすというのがですね、我々の大きな仕事だと思っています。まあ、そういう意味で言うと、 IT 業界にいた時はですね、 B2B の力が、あのビジネスがものすごく大きかったんですね。で飲食業界、まあ、あのハンバーガーのお店にいた時、あの会社にいた時は、B2C の色がすごく強いんですね。でこの2つのですね、モデルの大きな違いというのは、 B2B の場合というのは、その商品をあるいは製品をですね、買ってくださるお客様の意思決定のプロセスというのは極めて論理的に行われるんですね。まあ、あの会議を開いたりとかですね、稟議書を切ったりとかですね、予算と照らし合わせる、まあ、そういうふうに論理的に行われるんですけど、B2C の会社の多くはですね、そのお客さんが本当にその商品を買ってくださるかどうかっていうのは、その場所に行って本当にレジでキーを叩いてお金を払うまでわからないというのがですね、まあ、実態としてあります。だからそういうこのお客様の動き方とか、どこで意思決定をするのかということをですね、正確に理解をして、そのお客様とそれからビジネスモデルを把握することができれば、コミュニケーションというのは、まあ、あくまでもその対話をし、情報を伝えて、あの傾聴し、その信頼関係を作って、その信頼関係をベースにしたその意識と行動の変化というのを促していくということがですね、あの非常に重要だというふうに感じています。なるほど、こんなにスマートに出てきますかこんなに的確にね、その、まあ、特徴というか、ご説明をしていただけ、さすがという感じですよ。なるほど、まあ、あの長いことやってらっしゃる中で、まあ、広報業界としてどんな動きが変わってきたというのはありますかね。そうですね、あの2008年頃までですね、私もあのどちらかというとトラディショナルなあの4マス
メディアを、ね、ですね、中心としたのコミュニケーション、まあ、広報活動をやらせてもらってたんですね、ただ SNS が出てきて、私自身も個人的には2004年頃からブログを書き始めてるんですけど、ちょっと早かったです、早いですね、はい、で2008年頃ですね、今から13年ぐらい前ですけども、私が当時いた、まあ、ちょっとあえて名前出しますけど、オラクルという会社でですね、はい、超大企業です、そう、ありがとうございます、そうですね、で SNS をこれだけ盛り上がっている中で、これを使わないという手は選択肢はあるのだろうかと、使わないこと自体がリスクにならないかどうかということですね、シンガポールにみんなグローバルメンバーが集まって議論をして、まあ、合宿をしたわけですね、なるほど、まあ、その結果行き着いた結論というのは、4マスメディアももちろん大事だけども、それと同じぐらいこれから SNS がもっともっと大事になってくるはずだ、だから、ここで我々は革命を起こすのだ、 PR2.0 なんだと、新しい PR を作ろうということでですね、コミュニケーション のイノベーションというか考え方を変えて、ではどうするのと、まあ、その時にちょうどたまたま、まあ、予算でですね、その活動予算ではちょうどもうそこの改革のタイミングで半分にいきなり削られたんですね、改革なのに半分になったんですね、で、まあ、要はその、半分にしたからこの中で君たち生き延びなさいみたいな、そういうメッセージだったと思うんですけど、私はポジティブにちょっと理解してるんですけど、その時に、じゃあもう何が何でもやってやると思ってですね、何をしたかというと、4マスメディアをもちろん皆さんとコミュニケーションさせていただきつつ、SNS に関しては自ら出ることを決めたんですね、従来はどっちかというとその社長を立て役員を立てとかですね、こういうこのサブジェクトマターエキスパートという専門家の人たちを立てて、メディアの皆さんに取材いただいたんですけども、それをやめてというか、まあ、持続しながらも変えて、自らもですね、スポークスパーソンというか YouTube に出たりとかですね、自らカメラを担いだりとかですね、Twitter とか Facebook でも自分で書いたりとか、まあ、ブログはね、従来からプライベートで書いたので、もうちょっとその公式なページでも書き始めたりとかですね、して自分たちで一歩前に出るということを決めたことによって、やっぱりこの世界観が広がってきたというのが背景としてありますね。なるほど。いや、それは体感してました、その頃ってかなり早いです、ね、IT 企業で、まあ、先端走ってるのはあると思うんですが、その時はまだもう主流はもうマスメディアですよ、でそこでソーシャルメディアは何か、しかも個人ので出ていくっていう、ここはすごい大きな方針だったと思いますよ。なるほど ね、まあ、そんな玉川さんなんですけどね、最近のね、ぜひトピックスニュースをちょっと聞きたいんですけど、ちょっと裏でね聞いた感じで言うと、玉川さん最近のトピックスは多様性っていうことなんですけど、 ね、はい、それはどういうことなんですかね。そうですね、今日はですね、今日までに、いろんな方とのですねお話をしていく中で、多様性ということに関するニュースって最近もいろいろあったと思うんですけど、ちょっと具体的には避けますけども、多様性って何だろうということを考えたときに、非常に多くのケースで、男女の話になってしまいがちだなと、まあ、それもそれでとても大事なんです、もちろん半々ですからね、やっぱりこの、インクルーシブとかそのインクルージョンとか、その世の中地球って何でできてるんだっけっていうことを考えたときに、まあ、もちろんね自然環境とかそういうのもありますし、で我々その人間ということに関して言うと、人間もいろんな人たちがいますよねと、それはもちろん男女もそうだし、それから障害を持たれている方とか、日本でいうとその外国人の方とか、いろんな方、あと信仰が違う方とかね、いらっしゃる。でこういう方たちと一緒になってですね、より良い社会にするためにはどうするかということを考えるのが本当の意味での多様性ですというふうに思います。まずその大きなその世界観をですね、持った上でその議論をしていくと、もっとなんていうかな、いろんな人が参加しやすくなるのかなというふうに思ってるんですね。一方で企業が多様性を重視するっていうふうに言ってるんですけど、このいろんな人たちがいるよねという意味だけで、その人たちをどう登用するかとか、活躍の場をどういうふうに広げていくかということだけで、考えてしまうのはちょっと浅いなというふうに思ってまして、で、やっぱり多様性っていうのは何の原動力になるかというと、実はイノベーションの原動力になると思ってるんですね。で、モノカルチャーで、まっすぐモノカルチャー、一つのこの、まあ、昔で言うとその男性だけの社会、おじさんだけの会社みたいなところですね、人たちはまっすぐ進むのは得意なんですけど、曲がるのがすごく苦手です。でも今世の中すごく不確実性が高い社会になってきていて、イノベーションが随所で必要になってくると、で企業寿命30年って言われてる中で、やっぱりどこかのタイミングでイノベーションを起こして新しいお客様をとお付き合いを、ね、始めなければいけない、ビジネスをやっぱり広げていかなきゃいけないという局面になった時に、やっぱりこのいろんな視点を取り入れて
で、新しいものを生み出していく力っていうのはこれこそそのダイバーシティというのがですね生きてくる礎だと思うんですね、うんうん、なので経営陣の方々にも、まあ、私自身もそのこれからの仕事の進め方もそうなんですけど、うん、やっぱり多様性をしっかりとその本質を理解した上で経営に生かしていくあるいはその自分たちの仕事に生かしていくっていうのがすごく大事かなと、うん、そんなふうに考えてます。それイノベーションっていうのがやはり一つポイントになってくる、はい、そうですね。イノベーションはそれが必要な会社と必要でない会社とそれあると思うんですね。で、自らの会社がイノベーションはもう必要ないんだというふうに決めたならまあそれでいいと思います。で、無理やり多様性を用いる必要も逆にないかなというふうに僕は考えてるんですけど、やっぱりイノベーションはでもほとんどの会社で世の中これだけ変化が嬉しいですから、うん、やっぱり必要なところは多いんじゃないかなと思ってるんですよね、うん、なので、そうですよね、うん、なので多様性はまあ大きな意味で言うと多様性というのはほとんどの会社が取り入れるべきだし、でもその理由というのは何のためにって目的をきちんと明確にしていくというのがすごく大事だなと、うん、そんなふうに思いますね。なんか日本全般ってこの間もちょっとねいろいろと発言の出現があっていろいろ話題になりましたけど、はい、やっぱりいろいろ外資といろいろ日本の環境を見ていらっしゃる中でやっぱ海外の、まあ、特に企業はそういう部分ではやっぱ考え方とか進んでらっしゃいますか。はい、まあ、その進度進み具合でいうと進んでいると思いますね、うんはい、というのは私自身がですね、その先ほど申し上げたオラクルって IT 企業にも16年半ぐらいいたんですけど、はい、その会社はいち早くそのダイバーシティを取り入れた会社の一つでしたね。現に今のですねグローバルの CEO は女性ですし、あと社員の中には当然そのディセイブルと言われるその障害の方とかですね、あるいはその人種とか宗教とか全くこだわりなくいろんな方がですね、一緒になって会議議論に参加したりとかあるいはその開発をしたりとかですねしているものですから、素晴らしい、なんていうかさ、ソートリーダーっていうのかな、実践的先駆者っていうんでしょうかね、本当に切り開いてきたんだな会社だったと思います。その後にいたそのもう一つ IBM という会社なんですけども、そこもですね、世の中にもすごく有名な、はい、多様性を取り入れた組織だというふうに考えています。玉川さんなりの今までの経験をこううまくこう流入しているというか注入しているようなことって何か意識してやってることってあるんですか。やっぱり傾聴ですかね、話を聞く。やっぱりポジションが上に上がるとポジションパワーってものすごく強くなってくるので、うん、1って言ったらみんなもう1が10ぐらいに聞こえちゃうわけですよね、うん、でそれをなんていうかその本当にこの自分が考えていると同じニュアンスで、理解してもらうためにはやっぱり相手の意見を聞くことですよね。私そのハンバーガーの会社にいた時にこういうことがあったんですけど、はい、ある人と2時間ぐらい話し込んだんですよ。レストラン そのマネージャーの方なんですけど、2時間ぐらい話して私はうんとかはいとかそうですねとかもっと聞かせてとかそういうことをずっと言い続けただけなんですけど、2時間経過して相手の方が終わった後に何をおっしゃったかというと、いや今日は玉川さんとたくさん話ができてよかったなんですよ。だから要は私って多分時間で言うとね1割も話してないはずなのに相手には3割か4割ぐらいに聞こえるわけです。まあ、もしかしたら半々かもしれない、うん、でそのぐらい このポジションパワーっていうかやっぱり自分が上司になってそのチームをマネージするときになったときに多弁になる、今みたいにちょっと今日はたくさん喋らせてもらってますけど、うん、たくさん喋るとですね、一方的に喋られたってなっちゃうんですね、うん、で相手がその3割ぐらい喋ったとしてもそれでも多分ほとんど喋ってない できるだけ6、4とか7、3とか、まあ、相手の方にたくさんお話しいただいて私は傾聴に努めるっていうのがですね、これは新しいリーダーシップのあり方でこれからやらなくちゃいけないことかなというふうに思ってますけど、心がけてらっしゃる、はい、これはねいい話ですよ今その伝統的な、まあ、日本文化が残ってる会社にでですね、海外に発信していくっていうこの広報マーケティングをやってらっしゃるじゃないですか。で今までは外資系企業の日本での広報だったわけですけど、そのあたり大きな違いっていうのはあるんですか。大きなその先ほどのその広報としてコミュニケーションのチームメンバーとして何をやるかっていうことは大きな意味では変わりません。ただ海外に行くとですね、お客さんは当然違ってくるし文化も違うし、それから当然言葉も違うわけですから、うん、それがきちっとこのニュアンスも含めて伝えるようにするのがですねやっぱり大きなチャレンジですよね。英語ができるだけではダメなんですね。なので、相手の話をよく聞く、これもすごく大事だし、うん、それからその言葉をやっぱり選んで、お話をしていく、それから日本の文化を押し付けすぎないっていうのはこれすごく大事なことなんですね。理解をしようとはみんな思ってくれるんですけど、やっぱりこのちょっと複雑じゃないですか、その、うん、
あの何ですかね、物言わずに語るみたいなね、なんかそういうちょっと、ねあの表情を読むとかね、まあ、表情を読むってのはまあ普通かもしれないけど、でも、まあ、あのその日本人が独特得意としているそのコンテクスト文化、あと文脈をですね、作ってそれを読み取る力、行間を読めみたいな、そういうですね、ことが必ずしもグローバルコミュニケーションではストレートには通用しないので、やっぱり気をつけて、相手の話を聞いていくっていうのは大事なことだなと思いますね。まさにそれ、多様性に対応していくってそういうことかなって、傾聴ってすごいそこにも重要なポイントになっていきますね。玉川さんにとって広報のこだわり、流儀とは何ですかね。非常にですね、重たい言葉が一つあってですね、インテグリティという英語の言葉があるんですが、これは日本語で訳すと普通はあの誠実という訳なんですけど、これをですね、高潔というふうに読み替えていただいて、高潔さ、高潔さというのは何かというと、人が見ていても見ていなくても正しいことをやり続けるんですね、うん、だから、まあ、誠実とはまたちょっと違う、概念なんですけど、これを目指して、私自身が 100% 今現在できているとは申し上げませんが、うん、目指していきたいなというふうに思っております。正しいことをやるのが難しい世の中になってきてるからね。そうですよ、それも人が見てないところでやっていく、正しい倫理観でやっていくっていうのは、これはもう一生の活動ですね。でもなんか広報の方がそういうふうに言うと、なんかね、いろいろほら情報を僕なんかもうもらう側なんでね、なんかそういうふうに言っていただけると、なんかいろんなところから出てくるニュースや情報やものを信用できるようになるから、もっとというふうには思うけどね。いや、広報の基本中の基本のようなことなんですけど、これができ続ける、やり続けるっていうのは相当な鍛錬が必要です。今日はありがとうございました。今日のゲストは広記ホールディングス、コミュニケーション室長の玉川武雄さんに来ていただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。